せーの、こんにちは、ランニング兄弟です。はい、今日はいわば一人の撮影です。で、今日はみんな、皆さんから、スキンケア何してるのとか、あとスキンケア紹介してとかいう声が多かったので、今日はいわばのナイトルーティンを送っていきたいと思います。ちょっとね、提供不自然なんですけど、皆さん、ちょっと聞いてみてください。はい。で、今お風呂上がりなので早速やっていきたいと思います。レッツゴー。オープニングだから UFO。 はい、 UFO のスキンケアを持ってきたのでまず出していきます。これはい、終わりです。はい、最初はまずニキビのクリームから塗っていきたいと思います。うん、そうそうそう。はい、ユーフォが使ってるニキビのクリームはこれです。見えてない、そっち。はい、これ名前何わかんない。よし、行こう。あげて、そうそう、出しすぎたらダメだからね、ブチューってやったら。はい、まず鼻のどこか分かる。鼻じゃあ、あそこ右、そっち、そっち、その下、その違う上、そのポチッと押して。ちょっと待って、全然違う。ちょっと待って、せーの、右、おオッケー。はい、スポチ、イエーイ。あ、だってあ、ちょっとついた。もういいよ。はい、終わり終わり。はい、次は、ホホバオイルを塗っていきます。はい、ユーフォが使ってるのは、無印良品のホホバオイルです。これを化粧水の前に顔に塗ります。はい。手にちょっと出して、ちょっとだけ。ストップストップ、いやー。はい、これを手でなじまして、手に広げて、顔にパン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 って塗っていく。ちょっと待って待って、グーッ。あー、濡れてないで、これ、一番左、それそれそれ。はい、次、化粧水塗っていきます。ユーフォが使ってるのは無印良品の化粧水です。お、敏感肌タイプっていうやつです。もうこれあともそっとししかない。次の顔か、ゴー。オッケーオッケーオッケー。よし、それをさっきと同じように手に広げて、ヘッパン。いいよ。オッケー。あー。はい。イエイエ。はい。じゃあ次。せーの。ゴー。まっすぐまっすぐ。おっと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 、前。それー。掴んで。はい。次、この。乳液を塗っていきます。こちらも無印良品で買ったしっとりのやつです。しっとりの乳液、しっとりって書いてある、しっとりタイプ。それを手に出して、せーの、おけけけけ、おわー、たくさん出た。わー、広げて、せーの、パンパンパン。オッケー、塗るためな、塗るためな。オッケー、よし、次行こう。はい、次はアロエを塗っていきたいと思います。スレスレ。はい、こち
ちらアロエジェルです。いいよ、いいよ、あげて。 UFO はいつも腕と足に塗ってます。顔にも塗れるけど UFO は素腕です。そうそうそう、こんな感じに塗ってます。で、これをいつも足にも塗ってます。はい、顔はこれでおしまいです。次に髪の毛いきたいと思います。こうくしくしくし、真ん中、それそれそれ、くしでまず一回溶かします。はい、逆逆、そうそうそう、うんうん、後ろから前なの、うん、そう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 。はい、溶かせました、完璧イエ、yeah、はい、そしたらこの溶かした髪に左左左前前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 前右、それはい、このベビーオイルを塗っていきます。チェンジして、これ塗りすぎるとなんかテッカテカになっちゃうので皆さん気をつけてください。100均でも売ってるから安くていいですね。 OK、 両方は4滴ぐらいです。これを手に広げて髪にクシャクシャ、そうそうそう、あったあったあった。皆さんはこれ頭皮に塗らないで毛先に塗ってくださいね。毛先が一番バッサバッサしちゃうので毛先塗ってください。根元から塗らないでください。はい、オッケー、よっしゃ。はい、次は、ゴー、へい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 。はい、次は髪の毛を乾かしていきたいと思います。ドライヤーで髪を乾かしていきます。まず、一番上までゴー。あー、トップあったかいのにして、あったかいの、そうそうそう。で、UFO は一番強いのでやると早く乾くので一番強いのでやってまーす。そう、髪の毛を乾かします。UFO は手で溶かしながらやったりします。右そうです、です私だからやります。じゃあで、乾いた。で、自分で乾いたと思ったら次、冷たい方でもう一回バーってやります。これは手使っても使わなくてもどっちでもいいです。いい、はい、オッケーオッケーオッケー、イエーイ。はい、で、これで髪と顔のスキンケアは終わりです。少しでも参考になったらいいなと思ってます。はい、で、この後ストレッチの方も紹介していくのでよかったら見てください。 You are mommy。 はい、今はいつもお風呂上がりストレッチをやっているのでストレッチも軽く紹介していきたいと思います。8個ぐらいあったかな。はい、まずヨガも体硬いんでね、でそこは、こうやって足を前と後ろにやって上に持ってあげるというか、これはなんか伸びてるなと思ったら次逆いってください。次、そしたら前、これは前にこうやって倒れるやつですね。よし、そしたら次一回倒れます。よし、次足を押して前にグー、そしたら足をこうやって伸ばしてなるべくつま先を触る。よし、いっとー、次、足をこうやって曲げてここを伸ばします。
さんがお尻をこうやって持って、ここのお尻ら辺のところを伸ばしていきます。はい、次のラストです。次はこうやってこういう形になって、アキレス腱っていうか後ろの足の後ろのところを伸ばします。はい、これでヨガのストレッチをやります。はい、これでユーホのナイトルーティーンは終わりになります。いつもこの後はね、ご飯食べて携帯とか10時間でやります。はい、最後の見ていただきありがとうございます。この動画がいいと思ったらグッドボタンもチャンネル登録をお願いします。それではまた会いましょう。バイバーイ。